勝村周一郎は日本の総合格闘家、プロレスラー。神奈川県横浜市出身。総合格闘家としてはリバーサルジム横浜グランドスラム所属兼主催。元州都世界バンタム級王者。高校生の頃は学校で暴力沙汰を起こすような不良少年であった。そんな勝村を見かねた親に勧められたのとプロレスに影響されたのもあって、 高校1年生の時に、木口道場でレスリングを始め、大学時代にシュートを始めた。大学卒業後は、鎌倉の児童養護施設の職員として勤務しながら、格闘技を続ける。彼のニックネーム、リアルタイガーマスクはここから来ている。アマチュアシュート全日本を制し、プロシュートデビュー。2004年1月24日のマルコロー路線では、 ブラジリアン柔術黒帯の寝技に対抗できず敗北。この試合の後に養護施設を退職した。2004年11月3日に、ZST に、初参戦。ところひでおに 1R フロントチョークで1本負け。引退も考えたが現役を続行する。ところひでおとは、その後、ZST ルールでタックを組み、変則ルールながら、レミキウス・モリカ・ビュチスから三角締めで1本勝ち。 2005年10月19日、カリフォルニア州で行われたヒクソングレーシー主催のブドウチャレンジ 60kg 未満級に参戦。1回戦を判定勝ちしたものの、決勝でビビアーノ・フェルナンデスに三角締めで一本負け。2006年5月27日、ZSTGTF2 に出場。1回戦でジェイソン・ラインハートに三角締めで一本勝ち、準決勝で、 ところ秀夫に三角締めで、失神 TKO 勝ち、決勝で、バレット吉田に裸締めで一本負け、準優勝となった。2006年12月31日、K1 プレミアム2006ダイナマイトに大抜擢され永田勝彦と対戦し、パウンドで TKO 負けを喫した。2007年7月16日、ヒーローズで、アレッシャンドリ・フランカノゲーラと対戦し、右フックで小負け。 2008年12月1日、神奈川県横浜市西区に,に自身のジム、リバーサルジム、横浜グランドスラムをプレオープンし、12月15日に正式オープンとなった。2009年1月4日、スワット TX のタッグマッチで1年半ぶりの実戦復帰となった。2009年5月24日、1年10ヶ月ぶりの総合格闘技復帰戦となった。 ZST20 で山城博之と対戦し、ツイスターで一本勝ち。2009年11月23日、5年10ヶ月ぶりの参戦となったシュートで田沢聡と対戦し、フロントチョークで一本勝ち。2010年3月22日、シュート世界フェザー級チャンピオンシップで王者上田正勝に挑戦し、忍者チョークで一本勝ちを収め王座獲得に成功した。 2010年9月23日、シュートでダレム上の山と対戦し、パウンドで小巻きを喫した。2011年2月25日、ディープ52インパクトで行われた、宮下智也チャリティエキシビションマッチに出場。計算グーとタッグを組んで、品火光久石井大輔チームと対戦した。2014年6月、総合格闘技大会グランドスラムの総合プロデューサーに就任。 2016年9月に ZST 運営委員に就任。もともとプロレス好きで憧れを持っていたが DDT が開催する UK 大会ハードヒットの噂を聞くや関係者に出場時期ぞ。2013年10月27日新木場ファーストリング大会における増田隼人戦で初参戦を果たした。2月28日ハードヒットでプロレスラー。 服部健太とグラップリングマッチを行ったことから、服部の所属先である課長風月にも参戦。6月8日、東京、王子小劇場での梅沢菊次郎戦で、準プロレスルールを初体験。梅沢は、高校、大学の3年後輩である。10月27日付で、プロレス活動においての所属が、シアタープロレス課長風月となる。同時に、 花鳥風月ブランドとして、鎌倉花鳥風月を旗揚げ。2015年12月13日、矢郷吉明を破り VKF 王座を退官。第7代王者となる。12月29日、埼玉、埼玉スーパーアリーナで開催された、総合格闘技、イベント、ライジンファイティングワールドグランドプリー2015、埼玉3 d エーズサラバの縁で、今なり夢人とプロレスルールで、 指定対戦、忍者チョークで勝利し、プロレス愛を叫んだ。2016年1月3日に行われた、フリーダムズ、新春、お年玉争奪ワンデー6人、タッグトーナメントに、武田聖司、山本裕次郎とのチームリバーサルで出場。4月16日、課長風月、スターライズタワー大会にて政宗と引き分け、VKF 王座を初防衛。 試合後のンタイトルで延長戦が行われた。5月31日、VKF 新木場大会で、安久保田を相手に二度目の防衛。しかし同試合で足首を負傷したため、6月5日に予定されていた忍との防衛戦を延期した。また6月16日、友達軍プロデュース、わらび大会では、異例の勝村周一郎展覧試合が決定した。17日、 広島大会で復帰。18日の押し戦で、ノーコンテスト。再試合を行い VKF 王座を3度目の防衛。9月22日、アゼリア大賞での VKF 選手権試合で、金本浩二と対戦し王座陥落。12月2日、大阪城東区民センターで行われた、上井文彦プロデュース工業、ストロングスタイルヒストリー、ゴーホーブローク、フォーエバーで、元第一次。 UWF の森康樹と UWF ルールで対戦し引き分ける。12月21日、レミギウス・モリカ・ビューチスが銃弾に倒れたことを受け、ところ秀でら日本の勇士とレミーが追悼委員会を結成。レミギウスの子供たちの養育費を集めた。2017年1月22日、頑張れプロレス、王子大会でガンプロ軍として挨拶。新ガンプロ軍迎撃を誓った。 5月28日、唐沢市美と出場した、風流人2017タックリーグ戦において優勝。初代フール人タック王座を獲得した。8月16日、シアタープロレス課長風月からの対談を発表。2018年1月からは、岡田武史と勝村軍を結成。6月17日、成ーマスアクトホールで、石井里志介の持つインディペンデントワールド世界。 ジュニアヘビー級選手権に挑戦するも敗北。2019年1月6日、北沢タウンホールで、石井里志介の持つインディペンデントワールド世界、ジュニアヘビー級選手権に再挑戦し勝利。1月26日、頑張れプロレスに入団。2020年9月12日、頑張れプロレス、板橋グリーンホール大会で、勝ち、佐きしゅうのすけ、はるみ 桜井は死のザ・ハフィーとして大欠拳今なり夢人ミスモンゴル組を下し GWC 認定6人タック王座を体感。ありがとうございます。